ましょう、鈴木さん、ドン、パター、おやべ、本物、これは普通にノーマルってことですか。でもですね、はい、あの青木功さんが言ってました、はい、パターというのはプロもアマも差はないんですって、はい、差があるのは練習量だけなんですって。だから別に自分の筋肉だとか体型だとかそういったことは一切関係なく、練習量でいくらでもパターというのは上手くなれると。鈴木さん、パターの練習の方はあまりしてません。ここやるんですよ、最初は。え、どうしてまたすぐコース行っちゃったりとか。え、僕7番ばっかりやってますね。それも大事ですね。今日はすいません、ここで7番振り回されると大変なことになっちゃうんで。パターですか、はい、じゃあ本気のパターで、はい、分かりました。これ私家から持ってきました、私物です。 あ、そうですか、はい、お願いいたします。俺がカップインして鈴木さんが外した場合は、鈴木さんは1分間違う映画ですからね。ちょっと待ってください、これ大丈夫なんでしょうね。ちょっとじゃあ僕も今行っていいんですね、はい、あ、じゃあゴルフ場の方に。あ、来ましたね、これ素敵な。これは距離とかはどのぐらいの、何メーターとかは。これは鈴木さん、例えばじゃあ自分の自信のある距離で言うとどのぐらい今だったら入ります。自信のある距離、そうですよ、その方がいいと思いますよ。無茶しちゃい、どこでもいいんですよ。じゃあもう端っこからやりましょうよ、ね、え、そんなとこ。そうですね、1点、これね、身長よりあるな、 2.5 ありますよ、 2.5メーター。あー、これ無理だな。いいですか、これ俺でも無理だな。よし、お願いします。これ入っちゃったらどうしよう。おお、入りました。ちょっとちょっと、何、鈴井さん、いやいやいや、パターやってないんでしょ。パターやってないですよ、しかも人のクラブで。はい、ああ、ちょっと今綺麗に入っちゃったよね。いやいやいや、入りましたね、綺麗ですね今ね。あれ、山田急になんか声が意気消沈して下がってますね、かなり下がってますよ、完全に今。いや、ちょっと、あのキャリアはどの何年ぐらいなんですか。あ、もうあの7年ぐらい。あ、もうそれさ、もう入って当たり前な、もうこれもう本当に、いやすごいですね、真剣で、構えが真剣や。本当にうるさい。いや、まずい、これ。いや本気だ。俺が入れればどうすんのこれ、引き分け、うん、まあ続いてやられるのこれ、まあ、困ったらこういう時プルプル震えてくんだよな。あー、もう何このゲーム。いやもう、本当だよ。やったー。何このゲーム。すごく、もうなんかすごい今、表情が大人げない。すずいさん、あの、このパターマットも僕のなんですよ。わざわざ。全部自分家から持ってきたんですよ。持ってきていただいて。もうゴルフ負けたよ。いやー、これでもう、のっけから宣伝できるんですね、はい。いや、もうもう、ここ、すいません、ガチンコでやっちゃった。いやー、あー、今、ちょっと、今反省しました。そうですよね。遊びがなかった、僕。そうでしょ、水曜どうでしょうとかをね、ずっとね、こう、いろいろ企画とか立ち上げてた人とは思えない。うん、いや、こんなんでいいんですか。いや、ずっとガチンコでやってたから、ほんといつも真剣勝負だなー。いや、これはせっかくドロップとか用意してもらったのに。普通は、ネタ殺しも花話も。ちょっとこのディレクターさんどうなのかな、これ。これで監督もやられてるわけでしょ、これ。ね、脱いだ女優ベスト10までもう。いや、そっちの結構いいですから。パターン入ったの嬉しい。だよ、それ。いやもう冗談じゃない、もう大至急持って帰りたいよ、もう。すぐ練習しないと、この嫌なイメージで終わるから。いや、ちょっともう一回いいですかね、これね。うん、だってまだ今のだけじゃ銀の名前言いたりたいとこありますよね。そうですね。ね、今ちょうどこの役者さんの話になりましたけど、はい、他にも出てる方の話とかを聞きたいんで、はい、次対決しますよ、次。もう一回です、ね。次対決します。もう一回引いてください。はい。じゃあ引かさせていただきます。ね、そろそろ。はい。まあね。じゃあ、最初はそんなもんです。何ですか？2リットルのペットボトル。あ、それがパター代わりになるってことです。これは腰痛めますね。かがまなきゃいけないから。ちょっと今度は僕先行やっていいですかね。はい、僕ね、プレッシャーに弱い。そうなんですか。もう先行します。はい。僕これで入れたら、ちょっと鈴木さんが本気になる。はい。そうにしないとダメだからね。これはどの面に当てるか。いや、これは。これだ。いや、すごい、すごい格好で。いきますよ。もう腰をかなりかがめて。難しいな、確かに。これは難しい。いきますよ。あー！いやー！残念！惜しかった！でも惜しかったですよね。惜しかったです。今左カップギリギリ、これ入ったんじゃない？いやいやいや。何このパターマって、誰の何？じゃあ、鈴井さん、はい、鈴井さんも入んなかったら、一緒なんだから。はい。ね、これで鈴井さんが入ったら本当にやっぱりね、銀色の雨のやっぱりもう詳しい話もうそれ聞きたいってことだけど、やっぱりね、ほらほら鈴井さん、だってこれ映画監督の格好ですか、これ。え、完全に今ぬか床にいる人ですよ、それ。でもかっこよく思ったらあれですよね、アメフトのクォーターバックみたいな。あ、そうだ、ね、似てる似てる。おっと、ペイトリオッツ、いけるかこれ。よし、さあ、お、
打った。おーいイエーイ。ほら見ろ、ほら見ろ、ほら見ろ、ショートした。今入ったぞ。もうちょっとツヤがあってば悔しい。鈴井さん本当にゴルフ好きになってる。こんなに悔しがってるってことは、ほら悔しいな、ね、ってことは何これ、二人とも食べたらどうすんの、これ、これ食べんの。罰ゲーム、あね、いやいや、実際鈴井さんこれ食べたことあるんですか。いや、このシリーズはないですね。でしょう。はい、初めてです。じゃあどれ、何色かっていうのが、ね、灰色はイカスミ、はい、クリーム色はイカ飯、はい、茶色はスープカレー、あー海鮮丼風が薄い茶色。やっぱりちょっと待って、もう今匂いが分かります、なんとなく、うん、僕やっぱ海鮮丼は食べてみたいです、ね、じゃあ薄い茶色いってください。これですね。これかな。これですね。はい、はい、どうぞどうぞ。じゃあいただきます。はい、海鮮丼。いや早いな、早い。いや何これ、いきなり。いやこれは上に何が乗ってるんですか。上に何が乗ってます。何が乗ってるか分かんなくて、あのね、何この味、何だろう、な、醤油っぽいもの、なんかもう醤油かけすぎみたいなね。ネタの上に醤油かけたくんかな。それがしかも甘さを伴っている。甘いんだよ、ドロップだから。海鮮丼は甘くないもの。あ、もういいですよ、どうぞ出していただいていいかもしれませんね。今後のね、あのプロモーションカットに塩気出しますからね。いや、いやこの後もいろいろ舞台挨拶がいろいろあるからね。寒気が走った。ちょっと僕は、いや、まともなスープカレーだったら大丈夫でしょ。スープカレー大丈夫じゃないですか。それは大丈夫です。スープカレーいただきます。おい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 、スープはどこに入ってるんだこれ。なんだピリピリはしてるけども、ピリピリしてますね、鼻に抜けるとね、カレーですね。うんうん、うわしょっぱくなってきた。ね、本当だ。これが嫌ですよね。中からルー出てきました今。雨、はい、ドロップスだというのに、しょっぱいのが嫌。